白髪岳は、兵庫県丹波笹山市にある標高721.8メートルの山である。過去川水系と向こう川水系の分水嶺。白髪岳は、関西百名山の一つで、南側から望めば、綺麗な両肩を怒らせたような山陽が特徴で、丹波富士とも称される。頂上からはほぼ360度の展望が可能で、二等三角点が存在する。隣に位置する。 松尾山688.0メートルとは、鈴木尾根となっており、双方の登山が周回ルートにもなる。松尾山は山頂に、松尾城、本丸跡や高泉寺跡などの史跡があり、旗の資山家の堺等の市場が点在している。高泉寺城は、八代堺等の総領を門戸之助氏治が築いたと、され、父は、 南足路城を本拠にしていたが、明智光秀の丹波攻めが始まると、さらに、堺等が拡挙する諸城の養生として、標高も、ある瞬間な松尾山城に、新たな城を築いたという。他に、千年過ぎ、高泉寺の僧侶の墓である、乱闘軍、三木の石仏、阿弥陀堂跡、あた堂や高泉寺本堂跡、などの史跡も残る。 白髪岳は JR 西日本福知山線古市駅が最寄り駅となる。三田市からの白髪岳と松尾山松尾山と白髪岳を北東から望む松尾山尾根堂山頂標白髪岳山頂180度展望。ありがとうございます。